釣り人に楽しみを持っていただくためと思いまして、放流を始めました。続いてサツキマスも、やっていただいて、その後またアユが5月11日に解禁されますので、ずっと続けてやっていただくことに意味があるかと思います。